よし、一丁やってみっか。目を覚ませ、カカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺…ワカメ、さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。なんだってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ。飛ばすぞ。恐怖におののくがい。カカロットよ。子供は預かっておく。もちろん死体がなければ。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言った。確かに。しかしおめえが言って。勘違いするんじゃない。貴様と組み、もちろんその後は貴様をぶち倒して、今度こそせっ。ブルマ、リーダー貸してくれ。え？あ、おめえ、キントーンの速さに。ふざけるな。俺様のは。カカロット。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておく。カカロットよ。貴様を仲間に。我が一族な。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。そら、プレゼントしてやる。恐怖におののくがい。そら、プレゼントしてやる。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。チッ、手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。
貴様はその間、やつと一人で戦って注意を引きつける。よし、くっでみっか。じゃあ、こわっつけてやっつぁえいっ。あいやこいつはどうだ。うわっ、こっちだ。はいよーけるありゃ。どこに隠れやがった。